2015年スケートアメリカは2015年にアメリカ合衆国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2015-2016ISU グランプリシリーズの第一戦である。2015年スケートアメリカは2015から2016年シーズンに開催されたスケートアメリカ。2015年10月23日から25日にかけて シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、ミルウォーキーの UW ・ミルウォーキー・パンサー・アリーナで行われた。今大会開催国の統括団体である、全米フィギュアスケート協会に対しては、各種目定員のうち最大3人の出場枠が用意された。男子シングル8月21日、ロスマイナーが追加招待された。女子シングル8月21日、 カレン・チェンが追加招待された。ペア8月21日、グレチェン・ドンラン、ネイサン・バーソロ名組が追加招待された。10月21日、グレチェン・ドンラン、ネイサン・バーソロ名組が、ドンランのウイルス性疾患のために出場を辞退し、ジェシカ・ファンド、ジョシュア・サンティラン組が追加招待された。アイスダンス8月26日、アナスタシア・カヌーシオ、コリン・マクマノス組が、 追加招待された。各競技の上位成績者には、2015、2016、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベイドル、 ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル支払われるとされた。ありがとうございます。